新型日産フェアレディ Z のプロトスペックの日本使用価格や主要スペックグレード展開が明らかになりました。日本価格は696万6300円税込み。日産は新型日産フェアレディ Z の日本市場向けモデルを東京オートサロン2022で公開。合わせて特別使用者のプロトスペックを発表。新型フェアレディ Z は この特別使用車、プロトスペックを皮切りに、本年6月下旬頃より販売を開始する、本年6月下旬頃に発売する240台限定の、プロトスペックは、一昨年に公開した、フェアレディ Z プロトタイプから着想を得た特別使用車、日本価格は696万6300円、税込み。プロトスペックは、 オンラインでの注文となり、フェアレディゼットメルマが会員登録が必要となる。240台を超える応募があった場合は、抽選の、上、当選者を決定。応募開始は2月7日月曜日を予定。急速オートマティックに加えて、6速、マニュアルトランスミッションを組み合わせるのも現代においては、トピックと言えよう、雷イカズチエローとスーパーブラックの2トーンのボディカラーの、 エクステリアには、専用カラーのレーズ製19インチアルミ単造ホイール、シタニウムゴールドや、4輪、アルミキャリパー対抗ピストンブレーキ、イエローなどを装備する。インテリアには、本革、スウェード調ファブリックコンビシート、イエローセンターストライプ、イエローステッチ、イエローアクセントラインなどを採用する。また、インストルメントパネル、ドアトリムクロス、MT シフトノブブーツ、 ニーパッドなどに専用カラーステッチを施している。フェアレディ Z、日本仕様の、展開グレード。フェアレディ Z、フェアレディ Z バージョン S、フェアレディ Z バージョン ST、フェアレディ Z プロトスペック、フェアレディ Z、日本仕様の主要スペック、パワートレイン、3.0リットル V 型6、気筒ツインターボ、最高出力、405PS、6400、 RPM 最大トルク 48.4kg M 165600rpm 0全長 4380mm 全幅 1845mm 全高 1315mm ホイールベース 2550mm